例えばね、まあ、いつもこれ使う例です。パッて隣見たら有村架純さんだったんですよ、株の総会の場でね。え、でまあ有村架純さんですかって聞いたら、そうですって言ってで、え、なんでここにいらっしゃるんですかって聞いたら、この会社の化粧品が好きでって言ってね。あ、そうなんですか。え、じゃあ今株主総会で取締役を選んでるし、有村さん取締役になったらいいんじゃないですか。何をおっしゃいますやらって言ってね。でまあそんな話してるうちに、やろうかしらって言って、え、ほんまですか、じゃあ僕提案しますよってパッて手を挙げて、あの有村架純さんがいて取締役やるって言ってるんですけど、会社混乱ですよね。え？って思うとともに、いや、あかんあかん。その、そういう会社じゃないから。江戸時代から続く化粧品の会社ですから。そういう、まあちょっとチャラついたことしたくないんですけど、現場における株主提案権認められてますから、じゃあ、決議しましょう。誰が反対すんねんと。